膝や野元最強戦士たち冒険記、パート22です。前回、最後のボスに挑むも、壮絶な犠牲を出してしまいました。太古のドラゴンボーンの、圧倒的な力の前に、なすすべなく敗北。言うまでもなく、敗因はスクレの弱さにありました。片手スキル400超えで、攻撃力300になった、おごりがあったのです。これならどんな敵だって、イチコロだと。無理な話よ。間違いじゃないわ。スクレは思いました。もう油断しなくてもいいよ。できることをやっておこうと。感謝する。スキル500になるまで、ただひたすら、訓練とトロールの毎日でした。レベルはさらに8上がり、体力は900台に突入。上気を逸したボスの防御をぶち抜くべく、最上位の骨折りパークを取得しました。そして、防御無視をするには、動きの遅いメイスを使うわけで。それをカバーするため、メイスに投入スタイルで、挑みます。あまり安全だとは言えないわ。大丈夫だ。盾が使えない分、ファイアブレスで即死の恐れもありますが、短い間だけ、ソリスケに受けてもらいます。カジスキル500、片手武器スキル500、防御値 75% 無視。最高峰の攻撃力なら、ソリスケよりも先に、奴を削り切れる、はずです。なお防具については、防御値限界なら、何でもよかったので、こちらのピースキーパーアーマーで、シンプルにまとめました。防御値は鋼鉄製と、大差ありませんが、衛兵たちの統括役、リーダーとして、相応の見た目なのではと思います。そうね。せめて大事なところくらい隠しておきなさい。あとは、このいでたちに恥じないだけの、戦いをするだけですね。さあ、始まりました。作戦は非常にシンプルで、奴がファイアブレスを吐いた直後に、攻撃を叩き込む、これだけです。よし、たった2発ですが、もう8分の1は削れたようです。お前には無理だ。奴が何かのシャウトを使うとき、両腕を少し開くので、そうなればひとまず下がります。ファイアブレス以外に、フロストブレスと、ドラゴンアスペクトのかけ直しがあるため、無駄な回避になりがちですが、それでも、かすっただけで致命傷ゆえ、慎重にならざるを得ません。ソリスケは、もう少し頑張ってね。奴の体力は、もう半分終わっています。その血で償ってもらうわ。獣士さん。獣士。さあ、行きましょう。大丈夫だ。行け。やりましたね。ついにすべてのボスを、討伐しました。しかしなんでしょうか、最強の頂にたどり着いたというのに、この悲しみ、虚しさ。そろそろ行かなくては。そう、ですね、最後のボスの戦利品を見たら、我が家に戻りましょう。報酬は、バニラと同じ性能の、ドラゴンベイン。3万ゴールド、そのくらいです。このドラゴンボーン、驚異的な防御値は、ドラゴンアスペクトによる強化が主だったようです。防具自体は、普通の古代のルドシリーズでしたね。きっとウィンタたちも、ソブンガルデで喜んでくれている、と思いますが、スクレには、あと一つだけ、やっておかないといけないことがあります。そうね。行くのなら気をつけてね。必要なら協力しよう。いや。大丈夫。はい、みんなは先に家に帰っていてください。スクレはちょっと、用事がありますので。できることは全てやった。これ以上は何もない。受けるべき依頼も、倒すべき悪党も、挑戦すべき試練も、お前だけだ。お前が最後の試練だ。誇り高くソブンガルデに送ってくれるのは、お前だけだ。準備をしろ。用意ができたら、最後の見張り場所に来てくれ。国産の戦士は、いわば冒険者の裏の存在。スクレが再び強くなったことで、過去に倒した者とは、別の戦士が新たに出現したようです。スクレたちが冒険してきた二月余り、その裏の存在を倒してこそ、冒険の幕引きにふさわしい。さあ、邪魔の入らない真剣勝負、ソブンガルデに送ってあげましょう。それでこそだ。うわぁ。しかし、何のこれしき。最強戦士の、強さを舐めてはいけない。死ぬがよい。ようやっと、
ソブンガルデに行ける。彼を送り込めばきっとウィンタたちにもスクレの勝利が伝わるでしょう。長かった冒険もこれでおしまいです。もうアイテムもお金もいりませんが、ソリスケたちへの土産話には使えそうですね。じゃ、帰りましょ。我が家へ。みんなで頑張って、鉱石を集めに行った日々が、懐かしい。その一つの形になった我が家に、今は4人しかいないのは、やっぱり悲しいものですね。さて、いつまでもくよくよしていないで、ソリスケたちに勝利を報告しなくては。ただいまソリスケ、スクレ、勝ちましたよ。ジューシオ、まだ生きてるのが不思議だ。何、イルさんが倒れたって？止まって、近寄らないで。姉さん、イルさんどうしたんですか？まさか病気に？あなた薬を調合するんでしょ？エールを作ってくれない？はあ？スクレ、ちょっと疲れてるんでしょうか？幽霊が見えるんですが。聞こえたか？あそこは呪われている。白状しろ。いや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 、あなたたち何してるんです？他の犠牲者と同じだ。召喚師万歳。つまりどういうことです？ここに配属だなんて信じられない。つまり粋なネクロマンサーが生前通りの肉体のままこの世に引き止めてくれたと？あんなの初めて見たよ。あれ、でもファルクはここにいるからな。バカは死んでも治らないようです。あと、なんでファルクの輪っかだけ邪悪な感じなんですか？変態は NG。よかったですね、ルカス。あなたは変態ギリギリらしいですよ。あれは侮辱だ。侮辱なのか。さて、なんだかんだありましたが、またこうして全員が集まれたのは何よりです。白状しろ。そうですね、リフ姉さんが特に落ち込んでいましたね。あのね、ドーンブレイカーはやめて差し上げて。厄介なことになるぞ。お許しください。ソリスケ、あなたは元から効き目が嫌なんでもないです。面白い。待って、イルさん、ルカスの焦点はちょっと意味が違うと思いますが、まあ最後くらいいいでしょう。スタップ。さて、これでスクレたちの楽しい冒険はおしまい。今後は8人家族として隠居暮らしをしていきましょう。しょうがないわね。最後にこれまでの冒険を振り返ってみましょうか。ではしばらく静かにしていますね。Thank you.
思い返せば、みんなといろんなところに行き、いろんな敵と戦いました。ヒザニアを受け、魔法や神々の力を失って、なお最強を目指してきましたが、これからスクレは、ホワイトランの衛兵として、働いていこうと思います。悪さをする人がいたら、最強の衛兵チームを引き連れて、片手スキル500でお仕置きしますので、覚悟してね。では、ヒザヤの元最強戦士冒険記、これにて完結。ご視聴、ありがとうございました。